お願いします。いつも倉敷ヘッドボックスさんにはとってもお世話になっているんですね。今日は久しぶりにまたこのステージライブできて本当に嬉しいです。皆さん本当にありがとうございます。ちょっとあれじゃない、気温やばくない？このそうだね、もう熱気がやばいです。やばいんだけど、チェリコ知ってる皆さんの熱気もすごいですし、初めての方の熱気もすごくて、最後はいって言ってちょっと外したなっていう顔もバッチリ見えるこの感じで、ありがとうございます。最後の SPTR さんでは失敗しないようにくれぐれも通りですからね、お願いしますよ、はい、でなのでチェリップのところではね、失敗して OK なんですよ。なんでも OK です。なんでも OK なので、今のうちに準備体操、準備運動しておきましょう。チェリップいつも最後に手を振る曲ありますので、ぜひ初めての方もいつもありがとうございます。皆さんも手ガンガン動かして鳥の SQTR さんにつなげたいと思いますので、この曲みんなで聴きたいと思います、はい、それでは皆さんよろしくお願いします。聴いてください、アシンメトリー。Yeah.
今日出演された大半の皆さんご一緒だね。マネキスさんのカラーちゃんとカンナちゃん生誕祭に出演させていただきます。チェリップは2部だけということなので、2部だけでも皆さん一緒に楽しんでいただけると嬉しいなと。迷ってる方はね、明日必ず来ると思ってるんですけど、迷ってる方は2部だけでも来ていただけるといいなと思います。そして最新の私たちの曲のリリースの情報がありまして、なんと ABEX さんのコンプリートのアルバムにチェリップといつも仲良くさせていただいている東京の鈴木かすみさんと一緒にですね、エブリリトルシングさんの出会った頃のようにをカバーさせていただいたものが収録をされました。ありがとうございます。なんと今日から物販での販売開始いたしますので、ぜひこの機会にゲットしていただけると嬉しいなと思います。聞いてください。それではまたライブで皆さんと会える機会、そしてすぐに物販で会いますから、皆さんと物販で会えることを願って、本日は皆さんありがとうございました。やらしとですけど、リアルさん楽しんでいってください。ありがとうございました。頑張れ頑張れ。